ブルガヌフは、フランス、ヌーベルイコールアキテーヌ地域圏、クルーズ圏のコミューン。ブルガヌフはゲデから33キロメートル、リモージュから50キロメートル離れている。コミューン内をトリオン川が流れる。町は、ミルバシュ山地の北端にあたる、ジャンティウ大地の北側にあり、平均の標高は450メートルである。地山の塔、ブルガヌフとは、9つの小さな町から派生した。 地名である。12世紀以降、聖ヨハネ騎士団のコマンドリーとして作られた。このコマンドリーは後に、オーベル入副騎士団長の所在地となった。ブルガヌフは、未だ小修道院の偉大な痕跡を残している。役場機能が置かれている建物はかつて修道院であったし、第36代総長ジャンドラスティックが建設させた、塔や 12世紀から15世紀まで建てられたサンジャンバティスト教会が残る。特にジェムスルタンの塔は注目に値する。1886年、ブルガヌフは電気が導入されたフランス国内3番目の地となった。しかし最初のダイナモ発電所が設置されていたベルジェ渓谷の水は夏に水位が低すぎたため、ジャローだけにダイナモ発電所が設置された。 聖ヨハネ騎士団総長にもてなされる、ジェムスルタン1481年、コンスタンティノープルを陥落させた、オスマン帝国のスルタン、メフメト2世が死んだ。彼の二人の息子たち、ジェムスルタンとバヤジトが王位を争った。敗れた、ジェムスルタンは、当時ロドス島を本拠地としていた聖ヨハネ騎士団の、庇護下に入った。1482年7月30日、彼は、総長、 ピエール・ドービュッソンに迎えられた。人質ではあるものの彼は敬意を持って扱われた。ジェム・ソルタンは1476年により、オーベルニュ騎士官庁となっていたギード・ブランシュホールの元に置かれた。以後彼は、ニース・ハクリョウ、ドーフィネ、そして最終的には、オーベルニュの副騎士団長の所在地であるブルガヌフに送られ、 1486年から1488年まで彼を収容するため建設された塔に囚われていた。この塔はフランス語で彼の名前を意味するジザン塔と呼ばれた。メッカへの巡礼を果たしている経験なイスラム教徒であったジェムスルタンは優れた学者であり、ペルシャ語の女子種をトルコ語に翻訳した翻訳家でもあった。フランスでの彼の生活は 多くのロマンティックな伝承につながっている。ドーヒネのサセナージュ滞在時やラマルシュに滞在した時にはありそうにもない冒険があったとジョルジュ・サンドは空想を当てはめた。その他、現在は博物館に保管されている貴婦人と一角獣のタペストリーの作成に彼が関わったと考えた。実際、タペストリーの女性が持つ盾に描かれた三日月は、 リオンの有力家系エルビスト家を表すものであり、イスラム教徒の王子と関係するものではない。1488年11月10日、ジェムスルタンはブルガヌフを経って、ローマ教皇インノケンテウス8世紀のもとへ送られた。1489年3月13日、彼はローマに到着し、サンタンジェの女王を住居としてあてがわれた。1494年、 アレクサンデル6世はイタリアへ入っていたフランス王、シャルル8世に着くことを余儀なくされた。そして、オスマン帝国支配下にあるギリシャへの十字軍をナポリ王国から派遣させようと考えた。状況は明らかでないが、ジェムスルタンは1495年にカプアで死去した。彼の遺体は故国へ送られ、現在も彼の墓所がブルサに存在する。ブルガヌフは、 リムーザン有数の林業の中心地である参照元 INSEE ありがとうございます。